今回の動画はデジタルカメラなんかで撮影をした写真や動画が保存されている SD カードから iPhone の方に直接つないで取り込むことができる SD カードリーダーをご紹介します。で今回ご紹介するのはこちらの商品になりますね Apple から発売されている Lightning SD カードカメラリーダーというものになりますで金額としては税込みで3850円になるんですかねの商品になります。 でデジタルカメラで撮影した写真を iPhone の方に取り込む方法というのは本当にいろんなやり方がありますけども特に最近のデジタルカメラというのは w i f i の機能であったりだとか Bluetooth の機能というのが搭載されていて無線で撮影した写真とか動画を iPhone とか、ね、スマートフォンなんかに取り込む機能がついているカメラが多いです。 これは非常に便利な機能ではあるんですけどもその反面ですね例えばですけども w i f i がない環境だと画像を、ね、取り込むことができないというのはもちろんそうですしあとはですね w i f i がある環境であっても回線の状況があまり良くなくてですね転送に非常に時間がかかってしまったりだとかあとはですね転送をしている途中でエラーが起こって転送できないなんていうね経験をされたことがある方もいると思います。 でフィルムカメラの時代と違って最近はデジタルカメラということもありますし特にここ数年はですね、SD カードが非常にですね、大容量化していて手軽にですね、たくさんの写真とか動画を一度に撮影することができるんでそういったものを iPhone に取り込みたいといった時に1枚とか2枚であれば w i f i でも特に不都合は感じないと思うんですけども。 何十枚とか何百枚とかっていったような画像とか動画を一度に取り込もうとすると非常に時間がかかりますしあとは先ほど言ったように途中でエラーが起こってしまうなんていうケースがあります。 その時に今回ご紹介するこのアップルから発売されているライトニング SD カードカメラリーダーですねこちらはですね実際にですねライトニングの端子のところに直接つないで画像とか動画を取り込むことができますんで非常にね簡単な手順でしかもね高速で、ね、途中でエラーが起こるっていうね可能性がすごくね低くなります。 はい、ではここからは実際にこの SD カードカメラリーダーを使って iPhone の方に画像を取り込む手順をご紹介したいと思うんですけどもまずはこちらの iPhone の方ですねこちらでねこのカメラアプリの方ですねこちらを、ね、起動をしておきます、はい、で次にこの SD カードリーダーの方にですねこの SD カードですねこちらの方ねここ差し込めるようになってますんでこちらに差し込んでもらって でこちらの状態でですねこちらの iPhone のねこのライトニングのところですねこちらにねケーブルで直接つなぎますはいそうするとこれ今分かりますかねこの写真アプリの右下のところにちょっとうまくピンとこないかなこちらね右下のところにこの読み込むという項目が出てきますんで SD カードの写真とか動画を読み込みたい場合はこの右下の読み込むというところですねこちらをタップします はい、そうすると、こういった形でですね、この SD カードの方に保存されているこういう画像とか動画の一覧を見ることができますのでここからですね、その取り込みたい写真とか動画ですねこちらをね、指でタップをしてこういった形で選択をしていってもいいですし複数のですね、写真とか動画をまとめてですね、選択をしたいといった場合はですね、1個1個指でタップをするのではなくて指でね、こういった形でなぞるとなぞっただけでですね、こういうね、簡単に複数の。 ものをを選択すすることがでできますんでたくさんのね写真とか動画を一度に選択をしたい場合は一個一個ねこうタップをしていくんではなくてですねこう指でスッとねこうなぞってですね選択をしてもらえるといいと思います。で取り込みたい写真とか動画の選択が終わったらこの画面の右上のところにこの読み込むという項目がありますんでこちらをタップします。はい、そうするとね読み込みの方がザーッという形で始まっていきます。 はい、これでで読み込み込の方が完了ですで今回は今24枚の写真ですかねっていうのを読み込みましたけども今見てもらって分かるように24枚の、ね、写真でも結構ね素早く本当に2秒とか3秒ぐらいだったと思うんですけども素早く読み込むことができます。でこれは w i f i とか Bluetooth を使って複数の写真を読み込んだことがある方は分かると思うんですけども w i f i とか Bluetooth でやるのと比べてもですね非常に高速で読み込むことができます。 であと読み込みが完了したらねこちらの画面が出てきますんでこの SD カードの方の写真を削除するのか残すのかどちらかね選択をすることができます。はい。ということで今回の動画では Apple から発売されている LightningSD カードカメラリーダーの使い方を簡単にご紹介しましたけども最初にも言ったように複数の画像をまとめて iPhone に取り込みたいといった時に w i f i とか Bluetooth でやる、ね、方法っていうのも今はありますけども これだとねやっぱり非常に時間がかかるというのと途中でエラーが起こってしまうなんていうケースもよくあると思いますんで今回ご紹介したアップルの SD カードカメラリーダーの場合複数の画像とか動画をまとめて取り込んだとしても途中でエラーが起こって止まってしまうなんていうことはほとんどないですし先ほども見てもらったように今回はね24枚の写真を取り込みましたけども非常にですね高速に取り込むことができますんで。 Wi-Fi とか Bluetooth 経由の取り込みに不満を感じている方は一度こちらの SD カードカメラリーダーですね検討してみてもらえるといいんじゃないかなと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきましてありがとうございました。